あの私たちは防衛費これからもしかするとあのまさにあの2倍になっていく可能性はあるんですけどもただそれにですねあの満足してはいけないと思っていることがあってそれは新しい将来のですね体制をちゃんと見直さないといけないそれは今までやってきたこともですねある意味ではその昔よく言ってたスクラップアンドビルドっていう言葉がありますけれども。うん みんなこう組み替えて新たなやつにしないとですね今までやってきたやつはやってきたやつで保有していてで新たなやつを付加していくって言ったらですねこれはお金がいくらあっても足りないわけですねそれからそのリスクをどこまで共有するかっていうですねどんなものを持とうがですね完璧にはやっぱりできないんですそうするとあのこの程度お金かけてあそこはあのあとはやっぱりやっぱりリスクを覚悟しないといけないっていうことがあると思うんですね そこをちゃんとあの政府の中でも、また国民の中でも議論すべきだと思うんですね。んま、どんなに当たっても完璧はありませんので。でね、おっしゃる通りです、ね。うん。だ、何を突然だから、やり出すかっての本当分かんなくて。ね、今例えば、那覇基地のスクランブルがめちゃくちゃ増えてるって話を聞いたんですけどてす、ね。昔なんか。 いや二日に一回とかっていうふうにぐらいな感じなんだよねとかって言ってたりしたんですけど今めっちゃ飛んでますよみたいなおっしゃったりですね,ね長吉ってな空港の横にあるから結構戦闘機が離陸してるの見ますようんだから 相当尖閣のあたりに中国軍機飛んできてんだろうなっていうのは本当に思いますけどあの私は一番最初の配置がですねなぁだったなぁそうなんですかでなぁ基地でですねあの何回もスクランブルこう上がったことあるあのありますけれどももともとですね中国機っていうのはほとんど来なかったわけですね彼らはもう陸地上空でしか飛びませんでしたので 中でスクランブルがあるのはですね、大体あのロシア機に、あ、当時はソ連機ですね。あ,<ー>あの、それソ連機があんなとこまで飛んでくるんですか。はい、あの、中越戦争をやっていましたので、はい、あ,あの、ベトナムの支援のために、ロ、ロシアが、あ、ソ連が、あの。 カムラン湾なんかに基地を持ってたんですね、はあ、そこをそのあのいろんなその補給をしないといけないということでソ連のですね t u いう95だとかがですね、うん、頻繁にこれを横行するわけですなるほどでそれは裏城からですねあの飛んでいってあの那覇の近くのえっ、ー、と東中海から宮古を通ってあの太平洋に出てバシーを抜けてベトナムに行くっていうところですので、ね、これを あの大体ですね週に2便か3便ぐらいあるんです。ということは多くで6回通ることになりますのであのこの,の TU95 に対してですね私たちはスクランブル上がってました中国の飛行機はほとんどですすねね当時は出てこなかったで,す、ね、で今はもうおっしゃった通りですねあの那覇基地のスクランブルの数がもう断トツになってしまってこれは年間ですね全日本で大体1,000回程度。 この戦火のうちの7割方は中国機です。で、それのほとんどは那覇基地から飛んできますので。ね、いや、だから、それはちゃんとね、いや、それちゃんと見てるんですよ。だから、はい、つまり。尖閣にあたりに飛んでくるわけですよ。はい、で、日本から自衛隊が。くんのかっていうのを確かめてて、はい、来れなくなったら、支配してやれぐらいの。まあ、西南沙諸島状態になって可能性があるです。ああ、でも、本当に、それはやってくるでしょうね。なると思います。うん、あの、全然。 お,おっしゃったとりですね、あの、例えば尖閣の周辺にはですね、海保の船が今、ずっと出てるわけですね。はい、で、向こうはの海警局っていう、あの、これは本当はその海軍の下にありますので、ほとんど軍のようなもんですけども、はい、一応はですね、 あの一般的なコストガードコストガードうち、んまあね、の海保に当たるようなところですけどもそこの船がその出てくるわけです。で必ずです、ね、海上保安庁の船がいて中にこう入らないようにはするんですねそれから今言ったもしこういろんな飛行機が出てきた時に戦闘機はあの常に上がってきますということを体制をです、ね、見,見させておくと向こうも勝手な行動はできない。 でもこれ一旦諦めて向こうがですね占有したらもう何されるかよくわかりません南側からだからですよねだからついに自衛隊も空母を持つという話になってくるわけですよね言いづらいですかねそういうのって <laughs> ままあまあ空母というかですねもともとこれあのヘリ搭載艦のあの護衛艦だったんですね、はい、で F35 っていうのを導入していてもともとは 35A というですね空軍が使っている普通の滑走路から上がるやつなんですけど 35B っていうのはですね垂直離着陸ができるっていうことですので船の上にも降りることができるわけですね、はい。ということがあってまあ空母的な運用ができるようになったっていう。 になるということなんですけれども。今ちょうど回収してますよね。はい、そうですね。あの自衛隊の出雲型、はい、あの空母二機。を今ちょうど改造していて。で、それはやっぱり中国が空母を持っちゃったんで。うん、で、空母はあの中国の空母もともとウクライナ製なんですよね。その通りです。はい。ワリアグっていう名前で。うん、あれをいつの間にかですね、なんかあの。カジノかなんかにするっていう言い訳でですね。あ、うん、って、<国>そうでないと、あの。 国会のボスプラスダーダネル海峡というのはあの許可された軍艦しか通れないということですのであれはいやいやこれカジノだと言って買ってですねす でまああの期待通りというか予測通りですね中国はこれをそのちゃんとした空母にしたわけですそうそうあれはもうだからソ連時代に作られた空母ですよねそのとおりですそのワリアグ持ってきて遼寧って空母にしてでその遼寧のコピー作ってそうです、ね、で今最新型のやつを作ってますねはいそのとおりです、ね、そうあのですねえっ、ー、とワリャ、まあ、ーグ遼寧それから2番艦はあの山東っていうあの山の東って書く、えー、やつなんですけどもこれはですね えっとスキージャンプの方式なんですねカタパルトがないんですこれはカタパルトを作る技術って非常にあの高度でなかなか中国は今までできなかったんですね、はい、あ,あロシアも途中で断念してますもん、ねええ、おっしゃる通りでこのカタパルトができてるのはアメリカしかないんですねでこのカタパルトがないとですね一応両年にはジ J-15 っていう戦闘機乗せてますけれどもこれ満タンだと上がれないんです燃料半減しないといけないんですねで半減してですねかつ例えばですよ ミサイルだとか爆弾を持つともっと燃料やらないと飛べないわけです燃料はでですすすねものごいい重んどの飛行機も大体そうですけども、えー、と全備重量というですね飛行機の一番重いやつの3分の1ぐらいは燃料ですからでこの燃料がですね多いとあの離陸できないですけどもただこの中国の一番か二番艦はスキージャンプですけど3番艦は。 もしかすると、あの、えっ、ー、と、カタパルトを持ってるかもしれない。電磁カ,カタパルトですか。おっしゃる通りです。はい、電磁カタパルト、これ電磁カタパルトというのは超伝導を使いますので。超伝導のですね、技術っていうのもアメリカと日本しか持ってないんですね。うんで、これはもしかすると、どっちからか盗まれたかもしれないし、まあ。彼らがその独自,、ね、独自にやってるかもしれませんけれども。 アメリカの空母のカタパルトは蒸気カタパルトなんですよだから多分日本はおそらくまあ今はできないですけどその電磁カタパルトの技術は作れると思いますよ多分今リニアを一生懸命やってますので、うんはい、リニアの技術とは超伝導の技術ですので、うん、この技術があればですねあのあとは意井があるかどうかだけになる、うん かもしれません。中国はその他の国、ウクライナからとか輸入してもうどんどん自国のその技術を上げていったって感じなんですか。えっとですね、あの中国はですね、えっ、ー、といろんなところから輸入するのとそれからもしかすると盗む技術を盗むのと<ー>それからもう一つはですね、あのもう十数年前からですね、千人計画っていうのをやってるんです。千人というのはあの一千人二千人のその千人ですね。これは科学者を千人集めて。うん いろんなことをその研究させようということで、でこれはですね、必ずしも中国人だけではなくて、全世界からの科学者をその呼び寄せているわけです。中にはですね、多分アメリカ、日本の人たちいます。え、二年ぐらい前でしたっけあのそこで働いている日本人があるメディアに出てきて、彼が知ってるだけでもその四十数名日本人がいますってことを言ってましたので、でその人たちがですね、日本の企業で働いている時よりも もしかするといい給料で昔すごい高級なマンションであの住むことができて、まあ、あとですね最もやっぱり素晴らあの科学者たちが運こされるのはですね研究費なんです、うん、日本の,あの科学技術者のですね研究費って年に数百万とか、うん、1,000万超えることはほとんどないわけですね、うん、大きなプロジェクトじゃない限りはですね。ところが彼らは何億も与えてれで研究させるわけです。 ある意味では者にととははににってはもももううねここれはもう本当にもう望むところです、ね、だ,だ,だからまあ要は基礎科学研究にも防衛予算をある程度使わないとそれはアメリカとまでは言わないがやっぱ1,000億単位の予算はそこにないと例えばそのロケットとかの技術の基礎研究も。 すごいやっぱりお金かかる割にはそのお金稼ぐようになるまでがねものすごい時間かかりますからねうだから今今が逆に言うと今がチャンスというか、はい、おっっしゃていこのねウクライナの脅威みたいなあの状況によって変わるかなと思いますね。はい